クリスマス、クリスマスはイエス・キリストの誕生を祝う祭りであり、高誕祭ともいう、あくまで誕生を祝う日であって、イエス・キリストの誕生日ではない。毎年12月25日に祝われるが、聖教会の内ユリウス歴を使用する者は、グレゴリオ歴の1月7日に該当する日にクリスマスを祝う。ただし、キリスト教で最も重要な祭りと位置づけられるのはクリスマスではなく、 復活祭である。キリスト教に先立つユダヤ教の暦、ローマ帝国の暦、及びこれらを引き継いだ、教会歴では、現代の常用時とは異なり、日没を1日の境目としているので、クリスマスイブと呼ばれる12月24日、夕刻から12月25日朝までも、教会歴上は、クリスマスと同じ日に数えられる。したがって、教会では、クリスマスは、 12月24日の日没から12月25日の日没までである。キリスト教国以外でも一般的年中行事としても楽しまれ、ジングルベルなどのクリスマスソングは多くの人に親しまれている。新約聖書にはイエス・キリストの誕生日を特定する記述はない。キリスト教においてもクリスマスは降誕を記念する祭日と位置づけられており、 イエス・キリストの誕生日と考えられているわけではない。イエス・キリストが降誕した日がいつに当たるのかについては、古代からキリスト教内でも様々な説があった。例えば3世紀の初め頃には、アレクサンドリアのクレメンスは5月20日と推測していい。降誕祭とは別に、西方教会では1月6日にキリストの公源を祝う公言祭。十二月十五日の聖誕祭は、 遅くとも345年には、西方教会で始まった。ミトラ教の当時の祭りを転用したものではないかと言われている。キリスト教圏では、クリスマスには主に家族と過ごし、クリスマスツリー、常緑樹で、一般に、もみの木の下にプレゼントを置く。プレゼントを贈る気持ちである、愛の日でもある。クリスマスツリーの習慣は、中世ドイツの神秘劇で、 アダムとイブの物語を演じた際に使用された樹木に由来している。またクリスマスツリーに飾り付けやイルミネーションを施す風習は19世紀のアメリカ合衆国で始まったものである。サンタクロースはキリスト教の聖人である奇跡者聖ニコライ、ニコラウスの伝説が起源とされる。聖教会では正式なフルネームとしては 出身我が救世主イースツハリストスの交誕祭として祝われるイースツハリストスはイエスキリストのギリシャ暦。エルサレム創始協調、ロシア聖教会、グルジア聖教会と非カルケドン派教会であるコプト聖教会はユリウス歴の12月25日、21世紀現在、グレゴリウス歴1月7日にあたるに交誕祭を祝うがギリシャ聖教会。 ブルガリア聖教会などでは修正ユリウス歴の12月25日、21世紀現在、グレゴリウス歴の同日にあたるに取り行う。聖教会では、高誕祭と神元祭、主の洗礼祭、高誕祭の12日ごとは、方針例として一連のものであり、構造は同じである。高誕祭の祭り前期には、聖列祖の手術で元祖、アダム以来のキリストの肉にる先祖、 聖聖祖の手術では、神の祖父母ヨアキムと、アンナら歴代の義者を祀る。日本語での灯祭りの呼び方には、英語のに由来するクリスマスの他に、高誕祭、聖誕祭、聖夜などがある。英語のは、キリスト、クライスト、のミサ、マスに由来する。これは、古英語の、初出戦三十八年が中英語においてとなり、現在につながる。ヨーロッパ各国語では、 キリストの誕生あるいは、キリストのにあたる部分を省略した、誕生を指す言葉、天下含むで遠祭りを指す例がよく見られる。以下の表において、誕生は、日本語におけるキリスト教用語の、後端と書き表す。英語を略記する際には、ギリシア語、クリストオスの頭文字である、キ、ケイ、キー、カイ、または、それと形が同じラテン文字、ラ、イクス、エエ を、クリストの省略型としてて用いている。そのような例は、中英語では、エスマッセが見られる。また、現代の英語圏では、いや、が頻繁に見られる。これらは、スタイルガイドでは推奨されていないとされる。他に、アポストロフィをつけた、の、スエアザトンを添えた、や、ズーマス、の等に文字を、ラテン文字に置き換えた、ザップマスなどもある。 日本で広まった事実無根の流説として、アポストロフィを用いたの表記が和製英語とする説や、アポストロフィをつけるのは誤りとする説。現在はアジア圏でのみ使われているとする説度がある。イングリッシュの代表と誤解されることもある。しかし、歴史的に和製英語でないことは19世紀の書籍でも確認することができる。また、 現在の英語圏でも出版物などで一般的に使用されており、ツイッターにおいても、米国のラジオ局が発信したツイートや、英米の著名人、一般人のツイートにも見られる。2012年現在、ロシア語での略記は、ハリストスの後端の頭文字から取った、で表される。ロシアでは、制度などに、と、ネオンサインで表示する様子がしばしば見られる。 キリスト教の中でもカトリックの影響の強いイタリア、ポーランド、フランス、スペインなどでは、クリスマスは12月25日に始まり、1月6日の高原祭、エピファニアに終わる。クリスマスの飾り付けは23日頃に行う。24日はクリスマスイブとして、夜を祝う。フランスの多くの教会堂の内部あるいは外部で、交谈場面、フランス語でクレーシュ。 キリスト生誕時の情景を表した模型が飾られ、それを見て、人々はその出来事に思いを馳せる。大人たちは、12月初旬からクリスマスにかけて、愛情を込めた言葉を記した、クリスマスカードを郵送し合う。子供たちがプレゼントをもらうのは1月6日である。イタリアのほとんどの地域ではプレゼントを持ってくるのは、魔女のベファーナとされる。 これらの国々でのクリスマス期間は12月24日から抗原祭りまでで飾り付けは1月6日を過ぎてから取り払われる。オランダやドイツの一部地域などでは12月6日がニコラウスの日で子供たちはプレゼントをもらう。ドイツでプレゼントを持ってくるのは北部ではバイナ発ン、コータン、サイの男、南部ではクリストキンとキリストの子と呼ばれている。 プレゼントをもらえるのは、それまでの一年間に良い子だった子供だけで、悪い子は石炭を与えられたり、木の枝で打たれることになっている地域もある。北欧のクリスマスは、ユールと呼ばれ、セールチア祭から始まる。古代ゲルマンの当時祭の影響を色濃く残しており、ユール号とユールブックと呼ばれる、藁で作ったヤギを飾ること、妖精がプレゼントを持ってきてくれることなど、独自の習慣が見られる。 また、クリスマスの時期は真冬であるため、小鳥たちがついばめるように、ユールネックという麦のほたを立てる習慣もある。アメリカ合衆国では、イギリス流のクリスマスが一般的で、日本のクリスマスもイギリス流を受け継いでいる。この日の前に、クリスマスの挨拶にと、クリスマスにちなんだ絵葉書やカード、グリーティングカードを送る習慣がある。イギリスやアメリカでは、クリスマスは、 基本的に自宅で家族と過ごすものであり、クリスマスの随分前から一緒にリースやクリスマスツリーを作ったり、家を飾り付けるなどの共同作業をすることで家族で一緒に過ごす喜びを確認し、クリスマスの当日には家庭料理を味わうのが一般的であり、あえて外出するのはクリスマスミサに参加するため、教会に行くくらいである。イギリスではサンタクロース。 が12月25月日にプレゼントを持ってくる。アメリカ合衆国では、プレゼントを家族全員で交換し合う習慣がある。欧米では、クリスマスの日に宿り着を室内に飾り、その下で出会った男女はキスをしても良いとする習慣がある。1990年代からアメリカ合衆国では、宗教的中立の観点から、またユダヤ教の祭日遥かがほぼ同じ時期であることも、 あり、クリスマスを祝わない立場の人に対して、メリークリスマスの代わりに、ハッピーホリデーズ、楽しい休日祝日を、の挨拶を用いる場合がある、ポリティカルコレクトネスを参照。1990年代後半から、政教分離の原則の下、公共の空間に飾られた、クリスマスツリーを、ホリデーツリーと言い換えるケースが出てきたが、キリスト教右派団体から批判を受けている。 また、1960年代からアフリカ系アメリカ人の間で、クリスマスの翌日からアフリカ民族の伝統を祝うクワンザーという行事を家庭で行うことが増えている。欧米諸国、さらに大韓民国、中華人民共和国香港特別行政区、同マカオ特別行政区では、クリスマスは法定祝日である。ヨーロッパでは12月24日。 イブから1月1日、元日までクリスマス休暇続く、曜日配列の関係で12月22日もしくは12月23日から始まったり、あるいは1月2日もしくは1月3日まで続く年もある。12月25日には、ロンドン地下鉄や路線バスが全線運休になる。一方、アメリカでは25日と1月1日だけが祝日で、あとは個人で、 おのおの有給休暇を取得して休むのが一般的である。軍も休暇となり、基地や宿営地は閉鎖され、派兵中でない兵士たちは自宅へ帰宅する。オーストラリアや南米など南半球の国々ではクリスマスは真夏となる。そのためクリスマスパーティーは屋外やプールなどで開催されることも多い。政教会見に含まれるロシアではクリスマスは 冬祭り、サンタクロースは、マロース、じいさん、ロシア語で、マロースは、吹雪の意味と呼ばれており、スネグーラ地下、雪娘を連れているとされる。ロシア正教会、セルビア正教会など、ユリウス歴を使う、正教会の高端祭、クリスマスは、1月7日、ユリウス歴で12月25日である。宗教弾圧が行われていたソビエト社会主義、共和国連邦は、 表向き大々的に高単祭が祝われることはなかったが、ソ連崩壊後の旧ソ連諸国で、高単祭が大々的に祝われるようになった。1552年、天文21年に、創国山口、現在の山口県山口市において、カトリック教会、イエズス会の宣教師である、コスメデトーレスラが、 日本人信徒を招いて高誕祭のミサを行ったのが日本で初めてのクリスマスである。しかし、その後江戸幕府の禁教令によってキリスト教は禁止されたことで明治の初めまでの200年以上の間、隠れキリシタン以外には全く受け入れられることはなかった。一部の例外として長崎出島のオランダ商館に出入りするオランダ人たちは、 キリスト教を禁止する江戸幕府に配慮しつつ、自分たちがクリスマスを祝うため、オランダの当時の祭りという方便で、オランダ正月を開催していた。これには、幕府の役人や、通訳や、蘭学者など、オランダ人と付き合いのある、日本人も招かれた。また、長崎に住むオランダ通りの日本人たちの間でも、これを真似て祝うことがあった。オランダ召喚の者たちは、 江戸に出資することもあったが、彼らを迎え入れる江戸の役人たちは、オランダ正月を参考に、オランダの料理や文物などを用意して、オランダ人たちをもてなしたとされる。日本でクリスマスが受け入れられたのは、1900年、明治33年に、明治屋が銀座に進出し、その頃からクリスマス商戦が始まったことが大きな契機であった。大正時代になると、 児童向け雑誌や少女雑誌の12月号には、表紙をはじめとして、クリスマスにまつわる話や差し絵がたくさん導入された。1925年、大正14年に、日本で初めて、クリスマスシール、結核撲滅の寄付切手が発行される。明治以来、皇位継承に伴って、日が変更される休日には、天朝節、天皇誕生日と選定祭。 選定法御日の二つがあった。1926年、大正15年12月25日の大正天皇法御に伴い、1927年、昭和2年3月4日に、当時の休日法、休日に関する件が改正され、昭和時代の選定祭にあたる大正天皇祭、12月25日が設定された。日本で、 クリスマスの習慣が広く普及したのは12月25日が休日となっていたこの時代とされている。1928年、昭和3年の朝日新聞には、クリスマスは今や日本の年中行事となり、サンタクロースは立派に日本の子供のものにと書かれるまでに普及していた。昭和初期の頃、銀座、渋谷道玄坂から浅草に至るまでの多くのカフェや、 喫茶店においては、クリスマス料理の献立を用意し、その店員は、クリスマスの仮装をして、客を迎えた。この様子を1931年、昭和6年12月12日の都新聞は、7400余のカフェと2500余の喫茶店に華やかに、クリスマスが訪れサンタやサンダイタボーを来たすと報じた。第二次世界大戦の最中、1944年に、 撮影された加藤春戦闘隊では前線部隊の食堂でクリスマスツリーが飾られているシーンが映っているなど戦争中でもクリスマスを祝う者はいたようである。1948年昭和23年7月20日に国民の祝日に関する法律が施行され大正天皇祭は休日から外されてしまったが以降もクリスマスは年中行事として定着し行事も 盛大に行われるようになった。商業施設では早いところは11月上旬からクリスマスツリーが飾られ、クリスマスセール等が行われる。店内にはクリスマスソングが流れ、洋菓子店ではクリスマスケーキが販売される。街中では街路樹に豆電球、2010年代以降は省エネに配慮して LED 照明が飾り付けられる。イルミネーション。庭のある家庭では、 庭木などに電飾を施すこともある。商業施設などの場合、12月24日のクリスマスイブにイベントなどを開くことがある。イギリス及び英連邦諸国では、12月26日に使用人や配達人などにプレゼントを渡すボクシングデーがあり、1月6日までをクリスマス期間ともしているのに対して、日本では12月26日になると、クリスマスの飾りが一転して、 門松などの正月飾り、日本の浸透式に付け替えられたり、小売店などでも、正月準備用や、大掃除用商品の陳列、販売が中心となる、BGM も、お正月が流れる、という点が得意である。近年では、1月1日のカウントダウンイベントが、盛んになる12月31日深夜まで、イルミネーションがそのままにされているところも出てている。日本でもクリスマスは、 大きなイベントとして定着したが、やはり本場のキリスト教圏と比べるとその規模は小さいという指摘もある。旅行サイトのスカイスキャナーが発表しているクリスマスを避けるために行く国トップ10のランキングではイスラム国家のサウジアラビア、アルジェリア、イランや仏教国のタイ、国家に従わない宗教を弾圧している中国や北朝鮮などを抑え、日本が1位となっている。 なお、選定祭は、休日から外されてしまったものの、宮中祭祀では、変わることなく、行われている。1989年、昭和64年1月7日の昭和天皇崩御に、伴い、平成時代の選定祭にあたる昭和天皇祭が、ゆり薄れきを採用する、正教会のクリスマスと同日の1月7日となり、二代続けて、クリスマスにまつわる日となっている。 キリスト教の教会は一般に、キリスト教徒であるか否かに関係なく、門戸を開いており、教徒でない人もクリスマスの礼拝に出席することは、可能である。日本各地の、聖教会の番頭、聖体礼儀やカトリック教会のミサに出席し参加することができる。また、聖教会、プロテスタントの諸教会でも、非神道も歓迎しているところが多い、各教会堂の示せ板に、 クリスチャンでない方も、お気軽にどうぞと、掲示が出る。日本人男女を対象とした2006年、平成18年の統計調査によると、クリスマスは、誰と過ごすか、との質問に対し、家族との答えが、約6割と圧倒的多数を占め、またクリスマスの過ごし方は、家でのんびりするが群を抜いて1位66、66%となるなど、日本人がクリスマスを家庭で過ごす傾向が、 明らかになった。また、子供たちにとってはサンタクロースがプレゼントを持って来てくれる嬉しい日である。家族と過ごす人、恋人と過ごす人、友人と過ごす人、家で一人で過ごす人など、クリスマスの過ごし方は様々である。しかし、1930年代からパートナーのいる人にとっては着飾って、パートナーと一緒に過ごしたり、プレゼントを送ったりする日となっている。 1931年、昭和6年には、パートナーのいない不幸な青年たち独身者には、方々のレストランが1円均一のクリスマスディナーを売り出すなどして歓迎した、とも報じられた、現在の相場に換算すると、約3000円。例えば、朝日新聞長官公読料が昭和6年で約1円の時代。2005年、 平成十七年十一月に行われた一都三県の二0から三十九歳の独身男女計四百七十四名のインターネット利用者を対象とした調査では、調査対象者の約七割が、クリスマスは恋人と過ごしたいと考えていると答えした。二千六年、平成十八年、インターネットリサーチ会社、ディムズドライブ、クリスマスの過ごし方に関するアンケートでは、 30歳、大女性の43.5%が自宅でパーティーなどをすると回答している。これらの風潮について批判もあり、イタリアのベネルギ氏は2010年12月24日、クリスマスの東京愛を祝うと題した記事で、人口のわずかしかキリスト教徒がいないのに、多くの人がプレゼントを交換し合うほか、男女の愛の祭りとなっていると評した。多くの日本人は、 宗教行事としてイベントを行ってはいない。クリスマス行事は幼稚園、保育所、小学校などでも行われることがある。通常冬休みの直前に行うため、12月24.25日ではないことがほとんどである。祈りを伴った正式の形で行われるのは、いわゆるミッション系に限られている。クリスマスに第一番があるには、どの大会でも、 聖夜決戦と呼ばれることがある。中央競馬の有馬記念、グランプリがクリスマスに行われる場合は、クリスマスグランプリと言われることがある。クリスマスは、多くの国で祝日となっているが、日本でも祝日にしようという話がある。その後すぐに年末年始休暇となるため、有給休,休暇などをうまく利用すれば長期休暇が取りやすくなるという利点がある。しかし、多くの企業にとって、 年末は、いわゆる、繁忙期、書き入れ時であることもあり、実現の見通しは、全く立っていない。さらに、日本国憲法が規定する、政教分離の原則から、特定の宗教の記念日を祝日とすることは難しい。昭和前期の大正天皇祭のように、休日が偶然に一致する、可能性はあるが、同時に、そうそうあることでもない。なお、平成時代においては、 天皇誕生日が12月23日であるため、クリスマスを祝日にした場合は両日に挟まれた24日が自動的に国民の休日となり、3連休が発生していた。キリスト教が後世に伝来した日本以外のアジア諸国は、クリスマスを法定祝日とする国では、古くから信仰される宗教への配慮から他の宗教の記念日もクリスマスと同等に、 法定祝日とするる場合がある新約聖書にはイエスの誕生日に関する記述はないが、10月1日か10月2日が誕生の日と推測する説もある。1993年9月15日にイギリスの天文学者ディヒューズが聖書中の天文現象の記述からイエスの誕生日は紀元前7年9月15日とする説を発表した。また、 羊飼いが誕生を祝った後夜中の見張りに戻ったとあり、羊を放牧するのは4月から9月の間で、冬の寒い時期には小屋に入れて、外に出さないことから、夜中の羊の見張りを行う4月から9月までの間とする説もある。1月1日が12月25日と1月6日のちょうど中間に当たることから、キリスト歴の1月1日を定めるときに中間の日を 妥協案として選んだという説があるが、これは単なる俗説である。ローマ帝国で使用されていたユリウス歴は、紀元前45年から1月1日を年初日に設定しており、キリスト教との因果関係はあり得ない。ただし、1月1日はちょうどクリスマスの8日後にあたり、主の活例祭、ユダヤ教の立法において、生後8日目に活例を施すことが習わしになっている。

ローマ帝国において変化する前の古いキリスト教が起源と思われる習慣も残っている。後に、キリスト教はローマ帝国の国境として定められ、当時ローマ帝国の支配にあったヨーロッパ全域に広がり、各地の文化、慣習を取り入れた。クリスマスの起源として、ローマの農耕神、サトゥルノスのための祝祭、サートゥルナーリアを挙げる説がある。 西暦の1月1日を新年として祝うのは王政ローマで紀元前713年頃から始まった。後に年初日はそれ以前の年初日であった3月1日に戻ったが古代ローマ共和国時代紀元前153年1月1日からローマでは年初日が1月1日に戻った。多くのキリスト教国や日本はそれに習っている。 例えばヒンドゥー教徒やイスラム教徒は、現在でも1月1日を通常の日と同じように過ごし、それぞれの新年の日を別に持っている。第265代教皇、ベネディクト16世は、無限在の聖マリアの祭日、12月8日とクリスマスの間の聖なる交淡祭を準備する期間について2005年以下のようなコメントを発している。 また2012年12月19日にはフィナンシャルタイムズへ寄稿し、その中で以下のように述べた。ローマ教皇が経済史に寄稿するのは非常に異例だという。また、ポーラーエクスプレス、原作、クリス・バン・オールズバーグ、ザ・ポーラーエクスプレス、1985年、全米の絵本の最高栄誉である、コールデコット賞受賞、2005年など、子供向け映画が、 毎年のように公開されている。クリスマス映画として最も有名なのは、ビング・クロスビー、ダニー・ケイ演のホワイト・クリスマス・スイングホテルのリメイクであ。この映画で流された主題歌、ホワイト・クリスマス、歌、ビング・クロスビーは、後にクリスマスソングのスタンダードナンバーとなり、レコード、CD は、クリスマスの時期に必ず売り出され、ミリオンヒットを記録している。 アメリカのビルボードチャートではクリスマスソングに限定したシングルチャートクリスマスシングルスが1963年から1973年1983年から1985年の12月前後に発表されていたなお1963年1972年はクリスマスソングはレギュラーのビルボードホット100のランキング対象外であった 2011年からはクリスマスシングルスチャートの事実上の復活といえる楽曲チャートホリデー100が毎年12月前後に発表されている。またビルボードチャートではクリスマスアルバムに限定したアルバムチャートクリスマス LPS、クリスマスアルバムズ、ホイルデイアルバムズも毎年12月前後に発表されている。楽しくご覧になりましたら 購読と良いです。クリックしてください。